はい、こんにちは、116インズです。さあ、前半戦もいよいよ終わりが見え、来週にはオールスターも行われる MLB ですが、実は密かにドラフトも近づいてきています。今年のドラフトは現地7月17日から19日までの3日間にかけて行われますので、オールスターとしれっと被っていると。昨年はパイレーツが全体1位指名権を使ってヘンリー・デビスを指名したのを皮切りに未来のスター候補たちがプロ入りを果たしましたが、今年の全体1位は昨年最後の最後で大逆転で全体1位指名権をもぎ取ったオリオールズ。2019年にアドリー・ダッチマンを全体1位で指名して以来3年ぶりの全体1位指名権ゲットということで、果たして誰に使うのか。オリオールズも最近絶好調で、なんなら勝率5割も超えてきているくらいですが、この感じが続くなら近いうちに勝負期を迎えられそうな状況となってきていますし、今年の1位指名の選手が勝負期のチームの主力として活躍する展開もありそうですね。今年のドラフトは2世選手の上位指名が有力視されており、ブレイブスなどで活躍し、日本の楽天でもプレーしたアンドリュー・ジョーンズの息子ドリュー・ジョーンズや、ロッキーズやカージナルスなどで活躍した強打者マット・ホリデーの息子ジャクソン・ホリデーなど候補に上がっていますが、注目選手たちはどのチームへ入るのか、ドラフト当日が楽しみですね。さて、そんなドラフト直前の MLB では珍しく、ドラフト指名権を目的としたトレードが先日ブレイブスとロイヤルズ間で成立しました。ブレイブスがロイヤルズから今年のドラフト全体35位指名権を獲得し、ロイヤルズは見返りとしてドリュー・ウォーターズを筆頭に3人のマイナー選手を獲得しました。ブレイブスは昨年のオフにマット・オルソンを獲得する際にかなりプロスペクトを放出してしまったので、マイナーのデプスがかなり薄くなってしまった印象のチームですが、今回のトレードでドラフト上位指名権をゲット。一方でロイヤルズはドラフト指名権を使って昨年開幕前のベースボールアメリカプロスペクトランキングで球界全体32位にランクインした外野手ウォーターズなど3人を獲得し、マイナーの層を厚くする動きに出ました。MLB では NFL や NBA のようにドラフト指名権を使ったトレードが基本的にはできず、唯一トレード可能なのが今回動いた戦力均衡ラウンドでの指名権。こちらの指名権は収益が低いチームへの戦力均衡策として与えられているドラフト指名権となりますが、これだけは動かせると。ただ大体のケースでは他にメインピースがあるトレードでついでに指名権が動くことが大半なので、今回のようにこの指名権を目的にトレードが起きることはやはり珍しいですよね。なんといってもブレイブスのウォーターズが指名権のためにトレードされたのは少々意外ではありました。2017年ドラフト2巡目指名でブレイブスに入団したウォーターズは5ツール揃ったポテンシャルの高さが評価され、先ほども触れましたがベースボールアメリカなどの媒体でもトッププロスペクトとして扱われていました。ただここ1年くらいでその評価も下がってしまった印象で、トリプル A での成績がパッとしないのもそうですが、空振りと三振の多さがかなりネックとなっていて、昨年は全打席に占める三振の割合が 30% を超えるなど、ちょっとさすがに高すぎると。今季は多少三振のペースを改善させたとはいえ、それでもブレイブストリプル A では三振率が 27% くらいありまして、 OPS も6割9分7厘と振るわなかったことがブレイブスが彼のトレードを決断する一因ともなったかもしれません。ブレイブス外野陣も充実していますしね。とはいえまだ23歳と若く、ほんの1年前までトッププロスペクト扱いを受けていた選手ですし、またロイヤルズはこの夏ベニテンディやテイラーあたりの外野手のトレードも噂されていますので、彼らが移籍した後に十分なチャンスを与えてもらえるのではないでしょうか。ブレイブスはアクーニャやハリスといったこれからしばらくの間チームの外野を担うであろう選手たちがいる上に、現状はさらにオズーナやロザリオ、ドゥバール、ヘレディアといったベテラン選手も在籍していますので、ウォーターズを外野で試す余裕がおそらくしばらくありません。それだったら価値があるうちにトレードの球に使ってしまった方が良さそうですが、ウォーターズなどを放出して、比較的豊作とされる今年のドラフトクラスの全体35位指名権を使って次の世代の有望株を確保する動きにブレイブス出てきました。また今回のトレードでブレイブスのボーナスプールが220万ドル増額となりました。MLB のドラフトでは1巡目指名から10巡目指名の選手に使える契約金の総額に上限があるため、この契約金をいかにうまく使いつつ良い選手を指名するかがフロントの腕の見せ所となりますが、ブレイブスはより使えるお金に余裕が出たと。例えば他のチームが契約金の問題から指名を断念した有望な選手を本来の実力に見合う順位よりも少し低い順位で指名することもできるかもしれませんし、フロントの選択肢が増えるんじゃないのかなと。より優秀な選手を狙えるようになりそうですし、ブレイブスがこの指名権と増えたボーナスプールをどう生かすかは今年のドラフトにおける注目ポイントとなりそうです。一方でロイヤルズ側は全体35位指名による利益をある意味早めに確定するような動きとなりました。ドラフト全体で見ればかなりの上位指名ではあるものの、それでも35位ともなれば不確定要素はどうしても大きくはなってしまいますし、必ずしも将来メジャーで活躍する選手を指名できるわけでもありません。
直近10年間で全体35位指名を受けた選手の中で、今のところ通算のウィンザーボールリプレイスメントという意味で最も成功を収めているのは、現在レッドソックスの控えキャッチャーを務めるケビン・プラウェッキーで、MLB デビューできていない選手もちらほら。もちろん今年の35位指名からスター選手が誕生する可能性もありますが、それよりもはるかに高い確率でメジャーリーガーとして大成しない選手を引く可能性もあるわけで、それであれば3人のマイナー選手を獲得し、リターンの天井こそ低くなってしまったかもしれませんが、ある程度マイナーでのパフォーマンスも分かっていますから、ロイヤルズとしてはこちらの方がよりプラスを見込めると考えたんでしょう。ウォーターズの元々のプロスペクトとしての評価を考えれば、35位指名権の見返りとしては十分すぎますし、昨年ドラフト12巡目指名を受けたホフマンも、今のところハイエーの先発としてソリッドな活躍を見せています。一つのドラフト指名権で3人ももらえるなら、ロイヤルズとしても決して悪くはない話でしょう。という感じで双方の思惑も見てきましたが、指名権が絡むトレードも面白いなと思いましたね。MLB でドラフト指名権のトレードが原則禁止となっている背景には、上位指名を持つチームがお金のために金満球団に指名権をある意味売ってしまう、あるいは逆に金満球団がお金を使って有望な選手を独占してしまう事態を防ぐ戦力均衡の趣旨を損なわない意図があったようなんですが、今ならこういったことはあまり想定されないと思いますので、指名権をトレードできても問題ない気はするんですよね。今の MLB で再建といえば、まあ、時間をかけてじっくり行う印象がありますが、ドラフト指名権がトレードできれば、上位指名権と交換でスター選手を獲得するなどして、完全に再建に入らずまた勝負をかけるみたいな選択もできるようになるんじゃないのかなと、新しい戦力確保の手段の一つになるんじゃないのかなと、補強の幅が広がって面白そうだと思うんですが、どうですかね。ドラフト当日のトレードとかあれば盛り上がりそうじゃないですか。まあ野球のプロスペクトは育成までに時間がかかりますので、即戦力が多い NFL や NBA ほどにはならないかもしれませんが、こういった考えがあっても良いかなと今回のトレードを見て思いました。プロスペクトを使って次の世代のプロスペクトを確保する動きに出たブレイブス、逆にある程度のプラスを確保しようという動きに出たロイヤルズ、このトレードがどちらにより多くの恩恵をもたらしたかを真に判定できるようになるまでにはあと5年くらいは最低でもかかるでしょう。どちらにも特にプラスをもたらさなかったという結果になることも十分あるでしょうが、今回のトレードで最後に笑うのはブレイブスとロイヤルズ、果たしてどちらになるでしょうか。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。